ロシアについて何か知ってますか？テレビで見たんですけど、なんか赤ちゃんを真冬の海で抱っこしてドボーンってなんか一緒にお母さんと沈むみたいな、なんか見ました。強くなるらしいです、赤ちゃんが。ロシアの生活イメージとかありますか？どういうことって、ロシアのロシア人どういうこと、どういうふうに暮らしてるとか。寒そうですね。寒いからあった暖かく暮らしてるんですかね。なんか暖かいもん食べてるんですか？あ、ずっと寒い。でも夏は暖かいよ。あ、そうなんですか。うん。なんか言葉知ってますか？ピロシキぐらいしかわかんないです。食べたことがある？美味しかった？ね？なんか見たことあるんですけど、なんか多国籍料理屋みたいなとこでメニューで書いてたんですけど。うんうん、よくわからなかったんで。ボルシチとかなんか。あ、ボルシチ、うん、そうだ。ロシア人のイメージとかありますか？かっこいいし、かわいいと思います。会ったことがある？今まであんまないかもしれないですね、ロシア人は。なんでこんなイメージある？綺麗とかって。は、やっぱインターネットとかで見ると、ロシアの人はみんな綺麗じゃないですか、女の子とか。インターネットで何見たの？インターネットで普通になんかロシア人が可愛いみたいな、なんか、あ、可愛いロシア人の検索して、掲示板みたいな。あ、なるほどね。結婚するならロシア人がいいぞみたいなことを言ってました。そこでは可愛い子供を見たいんだったらみたいな。外国とか行ったことがある？ないです。英語とか喋る？喋れる？もう学校で習ってましたけど忘れちゃいました。あんまりない？外国に興味。いや、興味はありますよ。行ってみたいなと思うんですけど。もし日本に住めなくなったらどういう国に引っ越しするっていう、まず一番目で何考える？安全な国がいいです。安全な国？日本みたいな。そうです。そういう国ってどんな国と思う？どんな国？何の国？何の国？田舎の方がいいですかね、やっぱ。ああ、ニュージーランドとか。あ、そう、そうですね。自然がいっぱいみたいな。ロシアも自然いっぱいあるよ。本当ですか？うん、寒くないですか？うん、大丈夫だよ。あったかい場所もあるよ。絶対寒いじゃないですか。あったかい場所もあるよ。ふわふわの被ってるじゃないですか。